はい、こんにちは。マリモでーす。ではね、今回も早速スーパーマリオランやっていきたいと思います。ではね、今回1の4やっていきたいと思います。ぶら下がるお城。おお、なんだこれ。お、戻れんのか。音量でっかいな。普通なんだけどな、音量は。下かこに、まあ、一応無視していこうか。上ね、まあ、ある程度知っとかないと。これ乗れんの、これ乗れんの。うまく乗れねー。これ上ね、上多いね。よし、オッケー。ここ夢ね。ほいほいっと。クッパどうやって倒すんだ。これどう倒すんだ。クッパってどう倒すの。みんな飛んだ好きかな。飛んだ好き。え、むず。結構クッパ戦もむずいぞ。そうか、うこれでいいんだ。おおクリボーかーい。でも初代のマリオと近いね。クッパの倒し方も面白いね。うわー、お前死んだろ。あクリボーでした。クリボーが魔法かけられた姿でした。なんかね、ワールド、次のワールドに行った気分しねえんだよな、これ。カロン倒せねー。あ、カロンじゃねえ、なんだあいつ、バブルだ。すみません、バブルでした。おーおーおお、キノピオラリーに新しいワールドのコースが追加されました。ラリーのコースを増やすにはワールドツアーでクリアしたコースがキノピオラリーで遊べるようになるよ。ワールドを購入していろんなコースに挑戦しよう。あ、ワールド2以降は購入しないといけないんですね。ではね、今回は1の4のね、コイン攻略始めていきたいと思います。まずピンクのコインですね。まずキノコ取ろうぜ。まずキノコ取るところ最初だろ。おお、いいね。一個イメゲット。待てよ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 。俺のね、記憶なんだけど下だった気がする。戻れたね。オッケー。で次こう上なんだよね。あ、すいません、ミスった、ミスった、ミスった。どっから上行けるかな。こう飛んで、ミスったな。こうだな。こうしか無理だな。クッパ戦を一発で合格しないといけないのか。死んだー。もう一度やりましょう。スタート。ピャーン。オッケーオッケーオッケー、どんどん行くよ。あ、下か。オッケー。ジャンプ。いった。無理じゃね。やり直しましょう。ジャンプ。おいおい、
オッケー、やり直せる。でもクッパ戦で死んじゃいけねえっていうね、怖いな。まあ、ここで時間のロスを使わない限り大丈夫だろう。オッケー、オッケーじゃね。お、いいぞいいぞいいぞ。次上だっけ。オッケーオッケー、いいよいいよいいよ。オッケー、いいよ。コイン5枚どこだっけ。オッケー、いいよ。クッパ戦ね。クッパを4回倒すことになるか。あ、3回か。オッケーです。飛び越えることも可能でしたね。クリボーですけど。クリボーがな、変身したってな、何もいい、すごいことはねえんだよ。おお、こっちの方が嬉しいね。あんなぶっすい姫様よりコインのが嬉しいね。姫を舐めると死ぬよ。ではこっちも紫のコイン集めていきたいと思います。いきなり紫コイン、いいね。下だったら嫌なんだよな。あそこが紫一瞬見えたんだけど気持ちいいか。おオッケー、上か。じゃあ逆転の発想ということで今回は下にある。俺は予想した。おお、下にあった。今回も下にあると俺は予想する。上か、こっち上か。絶対あそこなんか紫になってんだよな。オッケー、場所が分かった。スタートからやり直そう。よし、いいねいいね。次は上かな。何やってんだろう。ストミストミスト、やり直すやり直す。バルーンでもよかったけどやり直そう。クッパンって死んだ時のために失敗したわ。いきなりおかしいおかしいおかしい。なんで失敗した。オッケー、上ね。オッケー、危な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 。オッケー、4回目ゲット。5回目は楽勝だろ。オッケーです。紫コインも今回は楽だったな。ジャンプして越えられるのか今度やってみようか。追伸だ俺は。 OK です。やりました。じゃあねクリボー、クリボーを舐めると死ぬよ。クリボーを舐めると死ぬ、そんなわけあるわけねえだろう。マリオなんかすっげえ棒立ちしてたな。では次黒コインね、集めたいと思います。あのストーリーもう二度と見たくないから次はこれを。今日も苦しむのかな黒コインで。この黒子が何やって、なんかある。
なんかあったな。どう取る？どう取るのが正解だ。無視しよう。一回無視しよう。まず上か下かここの時点で分かんないしね。下だと思うんだけど上に行こう。相手上か。カロンが必要ね。惜しい。覚えた。ここでは上が上にか。ここか。ここに来るのか。こんなとこあったっけ。4下だ。そこか。危ねえな。ストーリー見たくないから超えます。そういうことね。よし、やります。やり直しましょう。オッケー。上ね。さっき上でカロンを使ってジャンプ。届かな、届かな、届かな。もう絶対届かなかった。オッケーです。ここでジャンプ。待てよ、待て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 。ここ4コイン目だ。どこにある？3コイン目探せ探せ。ごめんね。見る限りどこにも見当たんねえな。ちょっと3コイン目探していきましょう。あ、キノコはせいぜい取るか。3コイン目の場所がわかんねえから、これじゃやっても意味ねえんだよな。そこがね、わかりづらい。ここか。なんか黒コインも今回すんなり集まりそうだね。今回は何で？やり直そう。なんかもうだんぐだぐだついてる。うまく取れてねえな。もう一回最初からやり直そう。ホップステップジャーン。ダメだ。いや、うまく取れてねえな。クッパ戦で死ねねえってのがデメリットか。ホップステップ。あ、続き。今の何？今の何？こんなのがあったんだね。ホップステップ。あれ？ 2 コイン目がうまく取れん。ちょっとむずいんだよね。1の3ほどじゃないけど、やっぱ少し
難易度あるかも。ミスだし。さっき取れたのが奇跡だったんだよ。1コイン目と2コイン目は。オッケー。次に2コイン目。さないとね。ワープしてダメだ、届かねえ。2コイン目が取れれば次進めんだよね。よし、1コイン目のコツはつかんだぞ。あとは2コイン目だけだ。これもコツってあるよね。なんか途中で切れてしまったようで本当にすみません。ではね、あーミスった、いきなり。よし、なんで回転して終わるじゃん。なんでなんで、最初からやり直す。どうやったらいいのやら。オッケー。ダメか。いや続けていいと思う。バルーンで戻ってこの辺からでいいかな。これね、一つね、どうすればいいんだ。ダメだな、さっきの2コイン目が運良かったって感じか。では集中します。ダメだな、そういえばルイージって使いましたっけ。普通にノーマルルイージが使えるなら嬉しいですよね。ダメだな、
今うまく決まってたんだけどな。このね、多分スピンする場所がね、肝心になってくるんだと思うんですよ。いや、そういう問題でもなさそうだな。スタートからやり直しましょう。今は何をしている時間なんだ。ミスター。もうやだ。もうやだ。あー、イライラしますね、これ。2コイン目がどうして取れないんだ。どうして2コイン目が取れないんだよ。疲れてまいりました。また1コイン目ゲットです。無視を無視を回るやつ。大事な仲間を見捨ててられるかよ。そうだな、大事な仲間だ。一緒に取ってあげよう。ダメだな。ダメか。君ならできる。CC レモン。ダメだな。できない。できる。俺はできる。俺はできるぞ。俺はできる。俺はこのゲームの天才だ。いけるか、いけるか、いけるか。どんどん行くぞ。いけいけ。いけマリオ。君ならできるぞ。はいはいはい。スピン。オッケーです。上だぞ、上。そうそう。ほい。オッケーオッケーオッケー。マリオ落ち着け。君ならできるからな。君ならできるぞ。君ならできるぞ、まだ。マリオ、君ならいける。これが最後の挑戦になる。いけ。よしよし、いったいった。キノコはないね。よし、オッケー。こんなとこで死んでたまるか。最後のクッパ戦、ドキドキしますね。どうだ。オッケーです。よっしゃー、やっといった。やっぱ自分にできるというポジティブな言葉をかけるのもいいですね。今回の考察でした。よし、1の4もクリア。ではね、今回の動画はこの辺でね、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回も見てください。では、さよならー。